今回は歴史に関するものです。皆さんご存知の人物で、あの戦国時代において天下統一を成し遂げた豊臣秀吉についてお話ししようと思います。まず彼の出自ですが、百姓ということになっています。貧しい農民だったので、出世をして豊かな生活を望んでいたようです。それが織田信長の家臣となり、武士の頭になったのは、彼の運が人並み外れて非常に良かったわけです。ではどのように運が良かったかというと、太陽の子として生まれたというのです。幼名を日吉丸といって、生まれた時から名前が太陽の子供だったわけです。これはもちろん後の世になって作られたお話だと思いますが、秀吉が天下人になったのは、彼の持って生まれた運命であったことを示していると思います。そういうことで、今回はこれくらいにしておきます。